私ね、結構料理、料理は別にしねえわ。まあ、結構クッキングシミュレーターが好きなんですよ。で、このクッキングシミュレーターって DLC が出るたびに新しい動画を出してるんですよね。そんで、3日前くらいにクッキングシミュレーター VR ってのが出ましてで、同時にアイドルマネージャーも出てたんで、どっちしようかなって、迷った挙句先にアイドルマネージャーをやったんですけど、正直どっちも同じくらいやりたかったので、今回はクッキングシミュレーター VR で楽しくクッキングしていこうかなって思います。それでは、やっていきましょうか。 うん。チュートリアルをやらないとサンドボックスモードがアンロックされないんですね。ムカつくぜ。私がこれまでね、どれだけ完璧な食べ物をね、クッキングシミュレーターで作ってきたか n ワンレストラン名物、お湯洗剤。腎臓破壊、糖尿病病院送り丼みたいなのが。そして最後に、バカピザです。クッキングシミュレーター VR は知らないみたいですね。えー、っと、とりあえず、フライパンを手に取るでしょうん <laughs> プレードソーサーリーだぜ <laughs>。お、レモンじゃん。レモン、なんとか、なんとか、よかったでしょう。タララ、タタララ、タタララ、ラレモン。あ、なんかやっぱりね、VR の方がしっくりくるな、このゲーム。オリジナルのクッキングシミュレーターはね、結構、 ハンドシミュレーターの類だったんですけど、VR になるともう完全にこれはクッキングシミュレーターですね。いいですね。で、このレモンを、えい <laughs> ま、でもほら、チュートリアルだからね。あ、違う。チュートリアル読んでなかったわ。ナイフを掴んで、レモンを4つ同じ大きさに切って、皿に乗せろと。なんだよ、もう先に行ってほしいよね。そういうのは。どっか行っちゃったよ。まな板的なやつ。あ、やべ。<laughs> レモンを切れない少年。 よしまあ4等分でしょ大体はい完了と早くもっとなんかもっとめちゃくちゃやらせてほしいえー、っとポテトとオニオンをのっけるポテートオニオンんでサーモンをのっけるはいサーモンをのっけるでしょあこれでチュートリアル終わりねもう分かってんだよな完全にあなたはこのチュートリアルを終えましたえい、ー はい次、えー、グリルをオンにするスパチュラを使って肉をひっくり返すバカね手でやってやるよあ手でやってもダメか仕方ねえなあはいよそんでステーキが完了するまで待つとオッケーオッケーこれはほっといて次、えー、オリーブを手に取って最低でも100ミリのオリーブを入れる ほんで最低でも 300ml のハニーを入れる。ハニーってなんだっけそう、蜂蜜を入れる。そんで、えー、水を出す。お湯にしよう。で、えー、最低でも 200ml の水を入れると。で、テイスティングをするには、指を入れて口に持っていくと。あっ、ていうか、ここにあれあるじゃん。洗剤。お <laughs> う白くなってきた、白くなってきた。 そんで、指を入れてテイスティングする。うん。うん。これは、スープ。本気かちょっと待って。これ全部捨ててさ。で。うん。ソープ100%でスープ。まあ確かに、講義で言えば、 100%洗剤でもスープになるのかなはあ、まったく、この私にチュートリアルをやらせるなんて。ムカつくゲームだぜ。とりあえずオーダー取るか。ハニーマスタードバーガーフライドポテト添え。これいい感じだな。まあやっぱりね、真面目にやっていこうかなって思います。今までのクッキングシミュレーターはちょっと不真面目にやりすぎたんでね。クッキングシミュレーターが実際どんなゲームか分かってない人が結構いたんで。なんかノババンの実況を見た後に他の人のクッキングシミュレーターの実況を見たら、 なんかどういうゲームか全然わかんなかったっていう人がね結構多かったんですよね。だからこうやって真面目に。どういったまあいいや。まあ真面目にねやっていこうかなって思います。とりあえずクッキングシミュレーターをね真面目にやるにあたって一番邪魔なのはこのね冷蔵庫のドアなんでこれをね破壊していこうかと思います。いけあっあやべ。 <laughs> あのー、ドア以外が全部壊れましたねおかしいなーなんか今までのクッキングシミュレーターだったらドアすげえ簡単に壊れたんですけどちょっとアップデートで強化入ったみたいですね仕方ねえからこのままやるかさどうすんだっけ、えー、ボウルにマスタードビネガーオリーブオイル塩コショウ、蜂蜜めんどめんどいからそれはいいとして、えー、バーガーバンズを天板に加える バーガーバーーガバンズバーガーバンズ,バー,ガーバ,ンズバーガー肉あったあったバーガーパティーうわなんかなんかペニョペニョってなってるんで、えー、バーガーバンズを30秒焼くん,んで塩コショウで味付けねオッケーオッケー、まあ、とりあえずねなんか失敗した時のために予備を取っときますかまぁ、あ、こんだけやればいいだろううわっめっちゃ重て <laughs> めっちゃ重てこれ よし、焼くぞ。はーい。まあほら、やっぱり、もし失敗した時のために、プラン B みたいなのをね、用意しておくってのは、基礎の中の基礎ですから。ん,んで、30秒つった今何秒まあ大体今15秒くらいとして、うーん。わかんねえな、こんくらいかそんで、えー、塩コショウで味付け。めんどいな、このまま味付けすっか。塩、塩。塩、塩、塩、塩コショウ 俺は塩胡椒だぞ。人間の塩の致死量っていくつでしたっけ人間の塩の致死量って、確か、何グラムとかでしたよね。一発で致死量に達するハンバーガー作りたくなってきたな。注文にはないけど。いやでも、ハンバーガーが欲しいって言ってんだから、致死量の塩が入ってるハンバーガーでも、ハンバーガーはハンバーガーですからね。うく言ってきたらさ、え、でもハンバーガー欲しいって言いましたよねって、言えると思うんですよね。すごーい、なんか、 ケーキみたいになってきた。んで、あでも大丈夫。ほら、こうやって塩をね、かけまくることによって、明らかに真っ黒なのをね、カバーできると。お白いみたいなもんですよ。色の白いは七難隠すってね。まあ、でもさ、ほら、七男じゃないですからね。食べたら死ぬのと、焦げてカッサカサになってるのになんしかないですから、それで、 七難隠してるんだからむしろあのマイナス五分得っていう考え方もねあるんじゃないですかはいひっくりあやべなんか周りの肉もあ周りの肉が見たことない色になってんなまあいいやここら辺はねバックアッププランですねバックアッププランよしよしよしできたぞハンバーガー肉 <laughs> まあなんかハンバーガーの中に入れていいようには一見見えないんですけどまあそれはねシェフが決めることなんであの客がね 文句言うところではない。ん,んでバンズ、ああ、バンズね。バンズってどこにあんのあ,あった、ハンバーガーバンズ。ハンバーガーバンズ、トマト、玉ねぎ、チェダーチーズ、バーガーバンズ、バーガー肉。トマト、玉ねぎ、チェダーチーズトマト、玉ねぎ、チェダーチーズチェダーチーズでしょええー、トマトでしょ玉ねぎでしょバーガー肉、トマト、 トマト玉ねぎうーんまあい,いやほら DIY バーガー DIY バーガーでじゃがいものピースを30秒あげるオッケーオッケーじゃがいもじゃがいもじゃがいも30秒あげるで塩とケチャップで味付けオッケーオッケーケチャップケチャップ昔生まれて初めてねアメリカ行った時ポレートにキャッチャップ必要ですかって言われてえキャッチャップって何って思ったことありますねどこにあんだキャッチャップあれか あと塩。もう30秒経ったかなもうちょっとあんだろサラサラ。よいしょーお、いい感じじゃん。そんで、これに、ケチャップをつけて、あっあっあ <laughs> <laughs> あっ。ケチャップも液体扱いだったか。あ、なくなっちゃった。はい。塩、塩、塩。塩足りねえな。塩塩,塩、塩,塩、塩、塩。 いやー、やっぱりなんかさー、これ一杯で一日分の何とかを取ることができますみたいな食べ物って結構あるじゃないですか。これ、一皿で一生分の塩が取れます。おっと、危ねケチャップが落ちちゃう。あ、ケチャップが落ちちゃう。あ、ケチャップが。まあいいや。あとは、おー、ケチャップを落っこさ,さないようにね。ハンバーガーのバンズを乗っけて、バーガーク乗っけて、トマト乗っけて、 チェダーチーズ、玉ねぎ乗っけて、閉じると。うん。まあ、大体正しいですよね。だって、バーガー肉を塩胡椒で味付けした。で、さらにトマト、玉ねぎ、チェダーチーズ、バーガーバンズ、バーガー肉を追加した。揚げたじゃがいもに塩とケチャップを乗せたものをがこちら。あ、やべ、やべ、やべ。はい、オーダー完了。 えっと味見マジ実現時間星5総スコア星2名声17 <laughs> いやお客様の苦情塩多すぎ胡椒多すぎマスタードが足りない塩多すぎ塩多すぎ塩多すぎっていう苦情がねもう1回の苦情で3つ出てますね多分これ塩分の取りすぎによる幻覚かなんかがみ 見え始めてるのかもしれないですねまあ大体全部終わってるけど温度だけは完璧だったので星1.5という感じみたいですねガスパッチやるかガスパッチはオーダー入りましたーボウルを手に取る洗剤を入れてお湯で薄めるやっぱ前回と同じだとちょっと飽きられちゃうんでスポンジをあえるうーん <laughs> ノーマンレストラン名物お湯洗剤やっぱりねほらちょっと見てくださいよこれだとやっぱりね全然美味しそうじゃない でも、やっぱ一点何かが添えられるだけで、また全然違った、別の何かになると。別の何か。くっははは。お湯洗剤 <laughs>。えーっと、味見、お、0.1? お客様の苦情。石鹸、不要な食材。水、不要な食材。オリーブオイル、不足しています。そっかー。まあでも、ほら、ちょっと、満足してもらえてるんでね。いいんじゃないですか 逆に言えばさなんかほとんど洗剤でオリーブオイルワインビネガー黒胡椒と塩ねえっさすがにさすがにさすがにダメかまあ大体 30ml 入れるでしょ 30ml 入れるでしょで塩胡椒が十が 10g ずつ で、チャイプで飾る。グラムのチチチャャャイイイプ。ププってなんだチャイプを8ムとうんまあ、洗剤が入ってること以外はガスパッチはできましたよどうなるのかなあ <laughs> でも点数がさほら4倍くらいになりましたようんそっかやっぱり真面目にやれば報われるんだな洗剤入っててもなんか 電子レンジでチンするだけでできるやつねえかな。トマトスープ、これ簡単そうじゃん。トマトスープのレシピなんてね、バカにしないでください、ね。見なくさってわかる。まず、皿にトマトを入れるでしょほんで、このなんか、ミキサーで。なんかドス黒いな。下手ごとやったからかな。まあいいや、これで完成です。えー、トマトスープ一丁上がり。お客さん喜んでくれるかな <laughs> おかしいなうん、そういえばこのゲームってさなんか燃焼みたいな要素なかったっけ日本酒ガンじゃん日本酒を日本酒とか,なんかごま油とか燃えそうなやつをさ巻いておいてオリーブオイルって燃えるのかなおっガスバーナーどれどれ日本,酒日本酒は燃えるのかな燃えないなオリーブオイルも燃えないな。 このゲーム何が燃えるんだっけ料理本は燃えるだろこれ多分。料理本。さ、ちょっと爆竹で点火してみるか。いっ。こういうこと、うわっまあ、こういうことができるのがね、VR のいいところですよね。よし、あれかなあ、やべ、燃えた。とりあえずね、料理本を大量に購入して、キャンプファイヤーでもしますか。よし。点火 もうえろよ。燃えろよ。炎よ、燃えろいやー。やっぱね、夏といえばキャンプファイヤー。いや、別に夏だからってキャンプファイヤーしたことないな。でもほら、なんか最近さ、こういう、なんつーのキャンプファイヤーユーチューバーが流行ってるっていうじゃないですか。私もそれにね、あやかろっかな、こうやって。料理本キャンプファイヤーやってさ。 いやー、なんていうか、この一瞬だけ切り取って何のゲームでしょうって当てられる人、あんまいないと思いますね。しかしさ、これ、こうやればさ、ドミノ倒しできんじゃん。VR ドミノ倒し。VR、あっ、あっ危なっ。VR でドミノ倒しやっても何も楽しくねえな。<laughs> いやー、なんつうゲームだ、これ、ほんとにー。 ちょっと背景もさ、この、この最初からある即死バーガーで、彩っとくか。あ、すごい色。なんだこれ。ペンタブラックみたいになってんじゃん、これ。いや、これ上から見ると、すもっとすげえな。バーニングドミノ倒し。さあ、うまくいくんでしょうか、このバーニングドミノ倒し。いけあお、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  おうえよしやりましたバーニングドミノ倒し達成 VR の中のギネス更新ですやりましたー <laughs> あー何やってんだろこんなクッキングシミュレーターであそうだトマトスープ2回目のオーダーあったの忘れてたしゃあねえなじゃあ皿にのっけるでしょ 乗っ切るでしししょょょ乗乗っっるるででできましたノアバンレストラン名物料理本焼きなんか料理として認識されてねえな仕方ねえなじゃあなんかつけてやるかハンバーガーもほらケチャップだよまあほら一応ケチャップとハンバーガーの肉は乗ってるんで食べれるところがあるっちゃあるうん あるっちゃある。よし、オーダー完了ー。<laughs> あ、た、もう、もう、ちょ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 。はっはっ。熱いにゼロ点を出してしまった。<laughs> やば、そうだよな。今までのお客さんがちょっとね、仏すぎたね。仏の顔も3度までってね。 計り間違いの食材。うんー。まあ、それ以前の問題だと思うんですけど、まあ、やっぱりね、なんか腐っても仏なんで、あんまり、こう、きついことは言ってこないと。でも、0点。総スコアも0点。いやー、クッキングシミュレーターでこんなにひどい点数出せるんですね。まあ、楽しくね、クッキングシミュレーターでクッキングしたらそんなんで、ね、今日はこんなもんにしとこうかな。じゃあ、面白かったらチャンネル登録お願いします。それでは、また今度